PV-1000 は1983年10月にカシオ計算機から発売された家庭用ゲーム機である。価格は14,800円で、価格では任天堂のファミコンやセガエンタープライゼスの SG-1000 とほぼ同等の価格帯で対抗したが、両者には売れ行きは全く及ばなかった。ゲームソフトはロムカセットで供給され、 専用ソフトは予定されていた15本のうち13本の発売にとどまった。戦闘機の操縦桿をイメージしたコントローラーが標準装備されていた。同時発売の上位機種 PV-2000 とは別々のプラットフォームであり、ソフトの互換性はない。同一タイトルのゲームソフトが PV-1000、PV-2000 両方に発売されることがあった。 翌1984年には MSX 使用パソコンの PV-7 を発売しゲーム供給を MSX に移したことから本ゲーム機は短命に終わった。ゲームカートリッジは8と13が結番となっている。プーヤン GPA-101 トンさんたちを狙って風船で降りてくる狼をゴンドラに乗った豚さんがやで撃ち落としていいアクション。 コナミのアーケードゲームを移植。スーパーコブラ GPA-102 ヘリコプターの横スクロールシューティング。コナミのアーケードゲームを移植。スタンカーム GPA-103 コブラやコウモリなどがうごめく迷宮で鍵を探しながら秘宝を見つけ出すアクション。コナミのアーケードゲームを移植。アミダ GPA-104 アミダクジのようなステージで敵をかわしながら、 ドットイートするアクション。コナミのアーケードゲームを移植。リグダグ GPA-105 ナムコのアーケードゲームを移植した作品。ワープワープ GPA-106 ナムコのアーケードゲームを移植した作品。ターピン GPA-107 親メがゴキブリ怪獣からの攻撃をかわしながら小亀を家まで連れて帰るアクション。コナミのアーケードゲームを移植。 パチンコ u f o g p a 1 0 9オール7のフィーバーを楽しめるものと u f o を撃ち落とす2種類の台から選べるパチンコ。カシオ,オリジナル。ファイティングバグ GPA-110 ユニバーサルのアーケードゲームを移植。スペースパニック GPA-111 縦方向の平安系エイリアンと呼ばれるアクション。ユニバーサルのアーケードゲームを移植した。 ノーティーボーイ 12GPA-112 12ジャレコのアーケードゲームを移植した。ダーティーカメレオン GPA-114、カメレオンが鶏ひよこ、卵を舌を伸ばしてすべて退治するアクション。舌を伸ばした上移動も可能。ジャレコのアーケードゲームを移植。エキサイトマージャン GPA-115 初級、上級の2レベルから選べる2人用マージャン。 歌詞オリジナルで最後に発売された ABCDEFG コアムックシリーズナン、no. バー682電子ゲーム懐かしブック P63 ありがとうございます。